もはやお約束のネバーランド。ネバネバ約ネバウィープロミス黒です。というわけで本日も始まりました、約束のネバーランド考察チャンネルのお時間でございます。今朝約束のネバーランドの実写化の新情報が公開になりました。それがですね、なんとイザベラ役北川景子さん、そしてクローネ役渡辺直美さんと、いやーここが来たかーと、僕ただいま予言者ではないかっていう風に視聴者様から言われておりまして、それがなぜかと言いますと、昨日のツイートでですね、スマホを落としただけなのにっていうツイートをしたんですよ。からの今日、北川景子さんがイザベラ役、そのスマホを落としただけなのにの主演が北川景子さんなんですよね。そして僕以前から自分でもなぜかわからないんですけれども、クローネのことをね、顔芸芸人シスターのクローネってずーっとねそういう風に呼んでたんですよ。理由はないんですけども、顔芸芸人シスタークローネ、そしてクローネ役渡辺直美さん芸人ということで、もうね私黒が予言者説っていうのが視聴者様の中で噂になっております。誰か考察よろしくお願いいたします。というわけでその情報が解禁された夜になるんですけれども、もうね今日はねかなり約束のネバーランドが話題になっておりまして、トレンドにも入っております。いやーやっぱりねトレンド入り入ると嬉しいですよね。なんか話題になってる感があってめちゃめちゃ嬉しい。皆様、下半期は約束のネバーランドの一期再放送2期実写映画化とかなりねトレンド入りする機会が増えてくると思いますので、これは序の口でございます、おそらく。というわけで私は以前にこちら約束のネバーランドの実写化の反対意見が面白すぎるというね動画を撮らせていただいたんですけども、それはですね世間の反対意見っていうのを見ていったんですけども、今回も新情報が発表になったということで、もうねビジュアルのイラスト見た時にめちゃめちゃビビった。っていうか最初のフルスカ組が3人発表された時はやっぱりね最初実写かということで結構燃えたんですけれども、今回のイザベラとクローネはハマり役だっていう意見がねかなり多くてですね、批判的な意見っていうよりかはこれは逆に見たくなるみたいな意見が結構多かったですね。特に渡辺直美さん、このシーンの顔もうねおもろすぎ、もうねこれねお約束のネバーランドじゃねえのかなみたいな思うくらいのね表情、もうねお役ネバの世界線混じってきたよみたいなね、本当にね笑っちゃって、思い出すために今日にやけが止まらなかったです私。はい、というわけで世間の意見を見ていきたいんですけれども、約束のネバーランドの実写で気になるのは吾妻善逸くんのキャストなのだな。以前ですね約束のネバーランド、そして鬼滅の刃の人気投票で役ネバの方には吾妻善逸がランクイン、そして鬼滅の方ではクローネがランクインするっていうね、作品の垣根を越えてランクインしちゃったっていう出来事があるんですけども、それは詳しくこちら動画にもしてるんですが、世間でねクローネと善逸のコラ画像がねめちゃめちゃ流行っちゃいまして、その名残で互いのキャラクターが両作品でランクインするっていうね事態が起きたお話がありまして、そっからの余韻で吾妻善逸くんのキャスト気になるなみたいなツイートが話題になっておりました。約束のネバーランドの実写化のイザベラ役は天海祐希さんがやるものだと勝手に思い込んでいたと。こちらはですね天海祐希さん以前ですね女王の教室というドラマでまさにねイザベラのように黒ずくめだったりとか髪の毛をピシッとねこう束ねたような役柄だったんですけども、それがねイザベラとやっぱり似てるということで、そこからもイザベラがまだ発表になってない時っていうのは天海祐希さんがもしかしたらやるんじゃないかみたいな説がね流れておりました。ちなみにクローネはリリコさん、いや再現度高っ、これのことですね。約束のネバーランド、どう考えてもあかんやつだけど、このクローネの画像だけで見ようかなってなるのほんとずるい。いや、ほんとにね、今回僕思ったのが約束のネバーランドの公式さん、さすがですよ、キャスト。ここでね、渡辺直美さんをね、クローネ役に持ってくってところ、もう渡辺直美さんのね、この芸人としてのこのポテンシャル、立場をね、最大限に活かせる役。そして、渡辺直美さんといえば、かなり人気のインスタグラマーでもありますし、このクローネ役になったっていうことも、自身のインスタグラムに載せてまして、かなりのね、拡散力を持ってる方でもあるので、本当に公式はね、めちゃめちゃいい配役を選んだんじゃないかと個人的には思っております、私。確かにね、この走ってる姿見ちゃったらね、もうこれ見たいよね。実写版約束のネバーランドのクローネ役が渡辺直美だと知って、あの表情が
ができるのはこの人しかいないと思ったの俺だけ。いろんな表情のバリエーションはかなり多いと思いますし、適任ですよね。画像を見るだけでもこの高まる期待感、さすがでございます。クローネ、かっこ渡辺直美のダッシュを見るために映画館へ行こうと思う。いや本当に渡辺直美さんのね、これだけでね、映画に見たい人の続出ってね、ほんとすごいことですからね。本当にすごいと思う。なんかハリウッドでガチでやってくれないかな。絶対成功する。確かに今回日本で実写映画をやってくださるんですけども、僕も当初こちらの動画で去年の5月に撮影したものになりまして、これヤクレバがもし実写化したらっていうのをね、かなり前の段階から動画にしてやっていたことなんですけども、そこでも僕もシロちゃんもハリウッド規模で映画化してくれたらすごく良くなるんじゃないかってことも言ってたんですけども、もちろん日本で実写映画化するっていうのもすごく嬉しいんですけれども、やっぱりね、こうハリーポッターみたいな感覚でハリウッドで約束のネバーランドがリメイクだとかやってくださったらめちゃめちゃ面白いと思うんですよ。なので本当にそれも期待しております。個人的に原作の絵とは全くの別物だし、漫画を実写化するにあたってどうしようもない壁があるのは100も承知だし、年齢設定とか変えたの腹立つけど、2枚目の渡辺直美は好き。北川景子がママなら脱獄しません。確かに北川景子さんがママだったら脱獄しないわな。ママ勢の再現度はすごいと、たくさんの方々がママ役認めてくれてますね。エマのアホ毛とノーマンの角があって、レイの前髪がちゃんと目にかかってて、原作通りの設定なら文句なしなのにと。こういう意見もね、確かにね、まああるんですけれどもね、なかなかあの髪型を再現するっていうのはね、って思いますけどね。ここは難しい意見かなと個人的には思ってます。目が笑ってない時あるよな北川景子って。そういう意味では適任じゃないの。これ褒め言葉だよ。褒め言葉なんだね。ねえ違和感よ、仕事しとくれ。クローネさんは日本人では無理だと思ってたはずなのに違和感がない。渡辺直美さん、台湾と日本のハーフだそうで、外国の方に寄せられるっていうのはそういう部分もあるそうです。豪華で草。こっちも忠実だな、すごい適任と。かなりね、好評ですよね。そして今回も原作の白井海宇先生からもコメントが発表されておりまして、そちらをご紹介させていただきます。最高のイザベラとクローネ、本当に嬉しいです。撮影現場で見た北川さんはもう本当にママで、イザベラで、まあ美しい、まあかっこいい、まあ凛々しい、見てほしい、かっこ写真ご覧ください。このクローネのほっぺ掴んでる、掴んではいないイザベラのカットとかやばくないですか。最高じゃありませんか。優しい笑顔と凍るような冷たい眼差しのこの温度差、撮影で拝見したのはご存知コニーちゃんのシーン、あのセリフに震えました。皆様もぜひスクリーンで動くママイザベラに震えていただきたいです。渡辺さんとはお会いできなかったのですが、先日制作中の映像を見てきたヤクネバ担当編集の杉田さん、かっこヤクネバを知り尽くし一番理解してる人が、クローネも完璧です、渡辺さん完璧ですとおっしゃっていたので、私も楽しみしかありません。エマたちに続きイザベラ、クローネ、今の日本で実写化するなら他にない、この上ない、まさに特上の配役です。ぜひ一緒に公開を楽しみに待ちましょう、というコメントでございました。そして作画のデミズポスカ先生もコメントを発表しておりまして、豪華すぎる配役ありがとうございます。撮影見学時、暗く静かなハウスに響く北川さんの声が印象的でした。ママがエマの名前を呼ぶたった一言の中に、ママの優しさと芯の強さが詰まっていて、添える手の動きも漫画そっくりで驚きました。聞けばすごく読み込んでくださったようです。少し細めた優しい目の奥にはたくさんの愛情とほんの少しの冷たさが混じるような、そんな北川さんのイザベラの微笑みがたまらないですよ。あと画面で見る北川さんは休憩中より大きく見えます。漫画の中では子供の目線に対し少し大きく見えるように誇張し描いているので、その辺もバッチリ決まってます。渡辺さんのクローネはもう感激一直線です。ギャグ多めなキャラだけど頭脳の競争を勝ち抜いてきた天才児の一人でもあるクローネ、まさに渡辺さんの言葉に表情一つ一つがキレッキレで最高です。お二人を見て全体的にデジャブを起こしたみたいに想像していた世界観が目の前にあって、自分は今までこれをモデルに描いていたのではと謎の錯覚を起こすような貴重な体験ができましたと。そしてイザベラ役に決まった北川景子さんからのコメント、オファーをいただいてから漫画を読んだのですが、とても面白くて漫画の世界観に引き込まれていきました。特に私は年齢も近い
いイザベラにとても惹かれましたし、こんな面白い漫画は初めてだと大興奮で一気に読みました。ただこの役のオファーをお受けするかどうかはなかなか決断することができず、ギリギリまで考えていました。原作ファンの方々も大変多くいらっしゃいますし、オファーをいただいた時は私には難しいのではないかなという気持ちの方が大きかったです。漫画原作の作品を映像化することの難しさはどんな俳優も嫌というほど理解していますし、今回このネバーランドの世界観を漫画のクオリティを損なうことなく実写化するというのは不可能なのではないかという思いがありました。最終的には以前一度ご一緒した平川監督とまた現場を踏んでみたいという思いと、イザベラの年齢設定やキャラクター含め原作の設定を一つも変えないという確約をいただけましたので、思い切ってお受けしようと決めました。私たちのイザベラとクローネをどうぞお楽しみに、というコメントでございました。はい、このね、北川景子さんからのコメントっていうのはね、他のニュースサイトでもイザベラに対してのこの心構えにかなり絶賛されておりまして、これを見てもわかるように、やはりね、漫画原作のものを実写化するっていうのは俳優さんも女優さんも映像化することの難しさは嫌というほど理解しているっていうのを書かれてるんですよね。僕らがやっぱりこういう風にいろいろね、あーだこうだ言うよりも、一番ねその場でやってる女優さん俳優さんっていう方がもっとね、それを感じてるでやはり思うんですよね。だからこそのこの北川さんの意見、めちゃめちゃね、その気持ちを代弁して言ってくださってる感がすごくね伝わってきました。またね、イザベラの年齢設定やキャラクター含め原作の設定を一つも変えないという確約をいただけましたので、思い切ってお受けしようと決めましたというね、とんでもなく素晴らしいエピソードがあったということでございました。そしてクローネ役に決まりました渡辺直美さんからのコメント。クローネ役の渡辺直美です。あの表情や感情が豊かなクローネを実写でしっかり表現できるように監督と相談しながら全力でチャレンジしました。そんな激しいクローネの現場の小さな子供たちは軽く引いてましたが、かっこ笑い。原作は絵が可愛いのに衝撃的な展開が続く物語で、どんどん引き込まれていく大好きな作品です。北川さん演じるイザベラと一緒に子供たちの前に立ちはだかる存在になりたいと思います。私が演じるクローネ役、どうぞご期待ください。もう期待しかない。もうね、画像をね見ただけでもね、かなりね期待感が高まりますよね。渡辺さんの本当にこの演技に注目。そしてエマ役の浜辺美波ちゃんからのコメント。原作を読んでいて、イザベラとクローネには何度もゾッとさせられましたし、泣かされもしました。北川さんと渡辺さんが決まったとお聞きした時、エマ、レイ、ノーマンに立ちはだかる存在としてはこれ以上ない二人だと思いました。北川さんとのお芝居はいつも刺激的でドキドキしていましたし、渡辺さんのシーンでは現場で笑いを抑えるのが大変な時もありました。エマとしても読者としてもお二人がぴったりすぎて幸せです。映画の完成が早くも待ち遠しいです、と。いや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 、あなたもぴったりですよ。はい、私クロも浜辺美波ちゃんはエマ役に最適だと、ぴったりだと思っております。そして監督平川雄一郎さんからのコメント。北川さんとは13年ぶりにご一緒させていただき、女優としても成熟され、より一層の輝きを放たれている様子が現場でも伺いました。30人近い子供たちを一人で育てる母の力強さと優しさを持ち、慈愛に満ちたイザベラという役を見事に演じて、子供たちの最大の障壁となってもらえたことに感謝しかありません。直美さんとは初めて仕事させていただいたのですが、日本を代表するエンターテイナーと理解していたので、現場ではアドリブ的なお芝居をいくつもお願いし答えていただき、クローネという女性が持つ人間味あふれる気合が映画の世界観に温かな色をつけてくれました。スクリーンでぜひご覧いただければと思います、というコメントでございました。そしてプロデュースの村瀬健さんからのコメント。これほどまでに会心と言い切れるキャスティングはそうそうありません。あの気高さ、美しさ、優しさ、そしてその裏に潜む怖さ、その全てにおいてイザベラは北川景子さん以外考えられませんでした。原作ファンの方にも納得していただける最高のキャスティングではないでしょうか。そしてクローネ、あの得体の知れない雰囲気、常人離れした風貌、仕草、
あんな得意なキャラを演じられる女性は渡辺直美さん以外にいないでしょう。もしもお二人に断られてたらと思うと今でもゾッとします。原作そのものである上に生身の人間が演じる意味が加わった実写版イザベラとクローネ、ぜひ楽しみにしていてくださいというコメントでございました。はい、というわけで今話題になっているツイート、そして監督プロデューサー出演者の皆様のコメントをご紹介させていただきました。もうね、今回のこの情報が解禁になってより一層約束のネバーランドの実写化の期待感が高まったっていうのと、やっぱりね、そのお二人が発表になって約束のネバーランドの実写化に対する見え方っていうのもすごく変わったんじゃないかなと個人的には思いました、意見を見て。というわけで僕もね、ビビたるものではあるとは思うんですけども、約束のネバーランドの盛り上げより一層貢献できるように頑張っていきますので、皆様一緒に約束のネバーランドを盛り上げていきましょう。というわけで皆様の意見もぜひ下のコメント欄にコメントよろしくお願いいたします。というわけで本日の動画いかがでしたでしょうか。僕のチャンネルでは背景を見てもわかるように約束のネバーランド関係の動画のみを上げております。なので約束のネバーランドが大好きな皆様はぜひ他の動画も見てください。というわけで約束のネバーランドが大好きな皆様は高評価、コメント、そして僕の動画投稿のモチベーションが上がるチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。役ねば最高では。見てくれたみんなありがとう、チャンネル登録してね、 Twitter と Instagram もやってるよ、フォローしてね、また見に来てね。